やっぱり普通の選手と違ってやっぱ求められているものというよりは試されているものがすごく大きな試合なんじゃないかなと自分自身はそう感じて、まあ、そういう思いで挑んでいます。その試されている、ここを覆してやろう、全部ひっくり返してやろうという思いで、まあ、それがテーマです。やっぱりその応援してくれるメッセージっていうのは、まあ、これまでも結構見てたんですけど、やっぱり批判のメッセージがやっぱり多くて、やっぱ否定的な感じのメッセージっていうのはやっぱり目につくもんだなっていうのと、まあ、それをやっぱり最初はちょっと、まあ、あんまりいい気持ちはなかったんですけど、これをもうひっくり返してこそやっぱ格闘技というか、まあ、面白いのかなっていう、まあ、注目されてるからこそこういう声があって、まあ、試合が盛り上がって面白いんじゃないかなっていうのもやっぱり感じましたし、そうですね、それはプラスポジティブに考えてます。まあ、一番はやっぱそのブレイキングダウンをなんかあんまりバカにされてるというか、やっぱブレイキングダウンの中でも本気でやってる選手はまあいると思うんで、やっぱそこでなんていうんですかね、まあ、実力も伴ってないのに、まあ、知名度が先走ってるみたいな感じのやっぱコメント、まあまあ、嫉妬みたいなコメントであったりとかはまあ全然そういうのはいいと思うんですけど、やっぱり西谷君とか、まあ、本当プロでずっと、まあ、頑張ってきて、まあ、そこでなんていうんですかね、やっと勝ち取ったライジン出場、それで、まあ、結果がやっぱすぐ終わってしまったっていうだけで、まあ、見れてないところもあるのに、まあ、それだけでやってもないやつが批判するのはちょっと違うんじゃないかなと、まあ、一選手だったらやっぱそれは受け止めないとここは強くなれないしなとか思うんですけど、やっぱ努力もしてない人間がそういう風に言われるのは僕はちょっと、まあ、正直腹が立ったっていう感じですかね。正直なんかまあやっぱ練習通りのヒロヤ君を出せれば全てうまくいくんじゃないかっていう、やっぱもうそこが僕自身も全然なんていうんですか、経験が浅い分そこは全然うまくできて、その試合の日に表現できてないのかなって思うんで、確かにそれは僕も強く思ってることなんで、まあ、ここ大一番でじゃあどう出るかっていう風に変わってくるのかなと思います。そこを出せる人間なのかっていう、やっぱり勝ちっていうことにテーマを置いています。やっぱりそのまあブレイキングダウン出たりとかディープ出たりとか、やっぱ面白い試合してなんぼだなとか、まあ、花とかいろいろありますけど、もうそこはいいのかな、俺に求められてるのは実力じゃないんだっていう、そういうことをやっぱり強く思ったんで、そこを強化ポイントです。絶対に勝つっていう